めっちゃテンション上げる、やばい、楽しい、これ。こんにちは、デデです。はい、先日原宿のデザインフェスタギャラリーさんで開催されていた原宿かわいい展という展示会にね、参加させていただいたのですが、その際にね、2日間ほど在廊させていただき、そこでね、視聴者様とたくさん交流させていただいたのですが、とてもありがたいことに、デデちゃんの作ったグッズ買いたいですと言ってお買い物してくださるだけじゃなく、なんとですね、こんな私に差し入れまでしてくださる方がいらっしゃいまして、わあ、ありがとうございます、大事にしますとか、美味しく食べさせていただきますとか、もう本当に本当にありがたくいただいたのですが、その中でね、なんじゃこりゃというのを持ってきてくださった方がいらっしゃったのです。じゃじゃーん、セボンスター8つ。みんな大好きセボンスターをですね、8つもいただいてしまいました。くださった方によると、爪のパーツにでも使ってくださいっていや、もうこれ本当にびっくりしちゃって開封動画 YouTube で撮らないとって思いまして、今日まで開けないで撮っておきました。なのでね、これから一つずつ開封していって、可愛くて幸せな気持ちになろうという、そういう動画でございます。それでは早速開けちゃおう。セボンスターって確かいろんな種類ありますよね。これがプラネットシリーズ第3弾って書いてありますね。1個目開けちゃいたいと思います。パカ、あ、こんな感じで入ってるんだ。開けた感じこんな感じです。ネックレスをね、ちゃんと見栄えよく台紙にくくりつけて、こんな風に入れてくださってます。セボンスター最後に買ったのってジョジの時だけだったから、で、今になってすごい可愛いものに目覚めて、セボンスター手出したいなって思ってたんですけど、こういうね、何が当たるかわからない系ってなかなか自分じゃ手が出ないんですよ。だってちょっと怖いじゃないですか。あー、ドキドキする。はい、行きまーす。じゃらら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 、ららおお、え、めっちゃ可愛い。え、すごい可愛い。え、ピンクだ。え、ピンクに紫。やばい。いや、めっちゃ可愛いです、これ。なんかピンクのリボンにパープルのお星様の宝石がくっついてる感じです。私の今の髪色と同じだ。パッケージにいますね。この子だ。すごい。めっちゃ可愛い。え、これもう1個目からすごい引きがいい感じではありませんか？なんか奥にまだある。お、ん？あ、チョコレートが入ってました。え、これおまけのチョコレートなんですけど、おまけにしては立派すぎません？お腹空いてたから嬉しい。いただきます。うんん、大人の私でもこんなに楽しいんだからさ、可愛いもの好きの男の子女の子はやっぱりこれ絶対楽しいですよね。二つ目開けます。よいしょ。でん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 、あれ、めっちゃ可愛い。やばい、またピンク。で、しかも水色、やばい。引き良すぎ。めっちゃテンション上げる、やばい、楽しい。これベビーピンクのアイスに水色のお星様の宝石がついてます。めっちゃ可愛い。これなんかさっきと違って素材がプラスチックみたいな感じですね。すっごい可愛い。私の今髪色ピンクと紫なんですけど、これゆくゆくは水色にするつもりなので、1個目と2つ目なんかすごい運命感じちゃいます。3つ目。じゃん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 。なんか、でっかくないですかこれ。でっかい。水泳中のパンダに宝石の雫みたいな、全体的に水色です。これ何、なんかモチーフ間違えた。どうした、急に。こういう方向性もあるんだ。このね、水色のプラスチックの部分がオーロラっぽくってめっちゃ可愛いです。でもなんで急にパンダなんだろう。しかも1個目と2個目まではチェーンがゴールドだったんですけど、急にシルバーで攻めてきましたね。
え、これもしかしたら変わり種かな。レアかも。4つ目開けます。じゃん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 、かわいい、めっちゃかわいい。ブルーのでっかいハートの宝石のネックレスです。めっちゃキラキラかわいい。これはやばいでしょ。いや、最近私ピンク以外もちょっと集めてて、ピンクばっかりだとね、差し色が何もなくなっちゃうから、何かしらピンクに合う差し色が欲しくって、水色なんか一番いいですよね。もう本当にありがたいです。いや、これ本当に可愛い。残りあと半分になっちゃったんだけど、5つ目いきまーす。後半戦、次は何色の何だ。じゃん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 、やばい。赤い星のついた鍵モチーフ、でっか。はい、ついに出てきました、赤色。もしかしたらね、知ってくださってる方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、赤色はね、私の地雷の色なんですよ。ただこれはすっごいかっこいい。シルバーに赤ってなんかめっちゃかっこよくないですか。新発見。てか、これまで開けたやつ全部そうなんですけど、本当にね、造形が神というか、ものすごいこだわりを感じます。6個目開けちゃいます。よいしょ。ワクワクする。いやー、次なんだろう。じゃん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 、あれあれ、ねねねねね、ブルーのハートの宝石2つ目が出ました。あれ、そうだよね、宝石の色とかも全部同じだよね。え、じゃあこれピアスに改造したら両耳合わせてつけられますよね。え、絶対可愛い。それほら、ここの穴があるから絶対改造できますって。発想の天才かも。かぶっても嬉しいとか何事ですかこれ7つ目いきます。はい、次は何色の何。でん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 、え、ピンクだ。なんかよくわからない楽器みたいなモチーフにハートのシルバーの宝石がくっついてます。え、このプラスチック部分がめっちゃオーロラのピンクで、すっごい好みです。え、めっちゃ可愛いこれ、嬉しい。しかもなんかでっかいし、モチーフ可愛い。ではラスト8つ目開けていきたいと思います。ピリリリリリリ、あー、ドキドキする。じゃん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 、やばい、めっちゃ可愛いこれ。プリンアラモード、ハートのピンクの宝石がついてる。え、しかもプリンの上にリボンもついてる。めっちゃ可愛い。え、なんでこんな可愛いの。セモンスターってこんな可愛かったんだ。え、どうしよう、一番好きかも。なんかスイーツがモチーフになってるやつめっちゃ好きなんですよね。やばい、めっちゃ可愛い。脳が溶けそう。はい、いかがでしたでしょうか。いや、どれもめっちゃ可愛かったですよね。セモンスターって全部で20種類も入ってるのに、本当にどれも可愛くって、ハズレがないっていうイメージはちゃんとあったんですよ。でもまさかここまでとは思わなんだ。いや、なんかもう本当にどれが当たるかわからないっていうドキドキもあったんですけど、ただ今まではそれ以上にちょっと怖いなっていうのがあって、でもね、今日はっきりわかりました。セボンスターにハズレはない、なので怖がる必要はない。 Don't be afraid。 その気持ちと一緒にセボンスターを8つもくださった視聴者様、本当にありがとうございました。こんなに可愛いものをいただいて私は幸せ者です。最後、私これが一番好きかもって言っちゃったんですけど、正直ね、選べない。強いて言うならこの3つかなっていう感じなんですけど、1つには絞れません。皆さんはこの中から1つ選べますか。よかったらコメント欄で教えてください。この動画いいねって思ったらチャンネル登録、グッドボタン、またコメントもよろしくお願いします。ツイッターやインスタもやっておりますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、また更新しまーす。チョコレート全部食べちゃおう。